ルーカー村上5球目です。これはピッチャーの頭抜けていきました。セカンド追いついたが、これが一塁への送球が高くそれていきました。村上根本に2球目ちょこんと当てたバッティング、ショートが前進してセカンドに送ってファーストはどうか、セーフ。先制は富山 GRA のサンダーバーズ、1点目が入りました。4球目です。決まった、ストライク、見逃しの三振。追い込んでいます。センターへうまく持っていきました、石橋の左、杉崎が一塁を蹴って二塁に向かう、二塁だ。アウトコースのボール、手が出ました、悔しそうな高木、空振りの三振です。2&2、一塁ランナーはスタート、ショートの真ん前です。今国ファーストに送りました、スリーアウトチェンジ。決まった、ストライク、見逃しの三振。決まった、見逃しの三振、空振りの三振ので次が5球目です。決まった、見逃しの三振、アウト。これはうまく右に持っていきました、根本の前掴んでいます。汚ってきてるみたいな。そうなんですよ、空振り三振。そうですね、空振りの三振、ワンアウトランナーはありません。バッターボックスは杉崎、サードの前塚下、ファーストへ高いボール、セーフだ、セーフ。ここも走ってくるかどうか、あ、もうスタートした、オーガンから二塁に送球、これがボールそれました。杉崎はそのまま盗塁成功です。5球目です。空振りを、最初の打席と同じような感じの球種か。4球目打っていきました、1、2塁間ライナーで割っていきました。さあフルカウントです。空振りの三振、キャッチャーから二塁へ送球、少し高くなりました。空振りの三振、出していますので2球目、これは少しバットの先、しかし面白いところ、ここはどうでしょう、センターの阿部取りました。ツーボールワンストライク、これはショートの頭越えていきました。松重、今日最初のヒットです。このボールはどうか、ワンバウンド、ちょっとキャッチャー止めきれない、アウト。2本打って、これもいい当たり、レフトに飛んでいる、武部が下がる下がる、取りました、お、落としました。さあこれを見て、森本が三塁を回って今ホームに帰ってくる、同点、追いつきました、ミリオンスターズ、5回の裏1対1。空振り三振、吉田流星ライトへ持っていった、杉崎が勝ち越しのホームイン、川崎の三塁を回って今帰ってきた、3点目が入りました、吉田流星にタイムリーヒット、2点タイムリー。さあ2球目、一塁ランナーがスタート、大神二塁に送球した、タッチはどうか、アウト。外れました、149キロフォアボール。かぶり直してセンターへ持っていきました、阿部の前に落ちた、
島村は二塁を蹴って三塁に向かいます。打ったバッター二塁に到達、根本ツーベースヒットです。さあ決められるか、フォアボール、最後の1球が決まりませんでした。ショートの前だ、川崎ボールが手につかない、ファーストはどうか、この間に三塁ランナー今ホームイン、バッターもセーフ。これは右中間に飛んでいる、どうでしょうか、あおっと落とした。これを見て根本が今ゆっくりとホームイン、そして二塁のランナーも三塁を回って今ホームイン、富山逆転に成功。ちょこんと当てました、セカンドの前、クラチ取ってファーストへアンダートス。内野のエラーを誘ってそこから攻撃がスタートしていきました。これもレフトへ飛んでいる、いい当たり、二塁ランナーは三塁で止まりました。ショートの前だ、変わったケーターホームに投げる、三本間にランナー挟まれている、森本が今アウトになりました。空振り三振、4球目空振りの三振、少しバットの先か、根本が下がってフェンス前、取りました。空振りの三振、これがスラーブか、空振りの三振、これで決めるかどうか、空振りの三振、三球三振に河野倒れました。勝負のかかる一球、ピッチャーの頭、センターへ抜ける、森本が今ホームイン、同点、4対4ミリオンスターズ追いつきました。8回の裏、ランナースタート、大上二塁に送球、三振でした。三遊間抜いていきました、レフト前ヒット、随分失策が生まれてしまいました。ちょこんと当てたバッティング、レフトの前に落ちました。大神は二塁へ、2者連続ヒット、場面もう投げる前からバントの構え、うまく転がしてきました、ピッチャー田中取って三塁にアウト、ナイスフィールディング、ライトへ飛んでいます。吉田流星、下がる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 、頭の上を抜かれた、まずは松重が生還、啓太も三塁を回って帰ってくる、6点目が入りました。セカンドの前、クラチ取ってファーストへ、ファーストライナー、最後は島村ががっちりとミットで抑えました。試合終了、さあターム3に入ってからこれで富山が連勝です。6対4、富山 GRN サンダーバーズが、まあ、最後は力強い勝ち方を見せました。ミリオンスターズ敗れました。